疲れ様です。お疲れ様です。ライブとか、うん、あの人前で弾くとき、まあ、疾走するときもそうなんですけど、うん、なかなかうまく弾けない人のための、うん、脱緊張講座の時間がやってまいりました。これはですね、私実は緊張しいなんですよ、うん、あ、そうなんですか。くちゃくちゃ緊張して、もう足が震えて、もうなんかもう、その震えによってもうなんかあの、いや、何も思いつけなかったけど。いや、全然緊張しますよ、イベントの時とか。もう足震えて。もう止まらない。足が震えてもなんか冷え性かって思うぐらいの感じですけど。なんかそういうのないですか、ね、家で弾けてんのに、人前で、あの、ライブでうまく弾けないみたいな。なんかライブになると、うん、まあ緊張もして、うん、いつも弦が抑えにくかったりとか。うん、体硬くなりません？うん、なりますね。硬くなるでしょ。うん、俺、それの改善方法知ってるんですよ。なんですか？これ聞きたいでしょ。聞きたいですね。聞きたい人全員手挙げました今。カメラの前の皆さんもはい。緊張状態はね、いや厳密に言うなら緊張状態は俺はなくならないと思ってるんですよ。あの性格の問題だと思ってて、なんかね、稀に全く緊張してないやつおるんですよ。もしかしたらそういう人も強がって、うん、顔に出さないみたいな。そう、緊張してないけど、あの緊張してるけど緊張してないって言ってるのかもしれないし、うん、その心の中は分かんないですけど、でもなんか見てる限りこいつなんか全然余裕に引いてんなみたいな人は、うん、やっぱ何人か言ってて、そういうのはちょっと そういうタイプの人は分かんないですよ。俺緊張するタイプだから、うん、あの私が実際やったあの攻略講座なんですけど、うん、家で弾いてる時とかスタジオの時ってやっぱリラックスできるわけじゃないですか。まあそうですね。でライブになると緊張するじゃないですか、うん、ほんならもう環境が違うから、うん、絶対普段通り弾けないんですよ、うん、で家の練習とかスタジオの練習とかから緊張させる練習をしてたらライブでも同じクオリティでできるんですよね。まず俺がやったのは絶対ミスってはいけないって思いながら弾くってことなんですよ。まあもう自分で、そう、あの家で練習する時もスタジオの時も絶対ミスってはいけないように弾こうと思って弾いてみるんですよ、うん、で なんでそれをしたかっていうと、ライブの時とかやっぱ人前に立った時ってミスしたくないじゃないですか、うん、でその時絶対思うのがミスしないようにっていう心理になるんですよ、うん、ってなったらその普段もし家であのスタジオでリラックスしてるのに、ライブでその心理になったら失敗するのも当然じゃないですか、うん、常にっていうよりかはワンテイクツーテイクぐらいはその心理であの弾いてみるっていうのをやってみるんですよね、うん、ほんでその段階で完璧にミスらずに弾けたら結構ライブでもね弾けるはずなんですよ、うん、でそこでミスったとしたら多分ライブでも絶対失敗するんで、家の状態スタジオの状態で絶対失敗しちゃいけないって思いながらまず弾くみたいな、うん、それを俺は結構家でやってて、ほんでね、あとね、オケで弾いたりする人とかバンドで弾いたりする人はなんかこうね、伴奏があるからなんか失敗してもごまかせられるのって分かります？なんかちょっと前出なくてもなんかこうごちゃごちゃっとして分かんないみたいな部分ってあるんですよ、うん、メトロノームだけ鳴らすとか、それかもう何もなしの状態でソロ弾いたりとか伴奏したりして、はい、そこで完璧に弾けるかっていうのをチェックするみたいな、うん、そこでミスる部分はライブでね、あれ絶対ミスるんですよ。それ俺経験してて、うん、もう何回も何回も、あの、なんていうんですか、余裕になるとこまで持っていかないとライブってなかなかうまくいかないんで、それをめちゃくちゃやるみたいな。で、あとね、ライブの時硬くなります？体。うん、なります、ね。グーってなります？はい。で、これね、俺も思うんですけど、リラックス、リラックスってみんな言うじゃないですか。うん、本とか俺も見て、なんかリラックスって書いてたんですけど、その本を読んで、そのリラックス方法をやった俺が、リラックスできなかったんですよ。それは俺だけなんかもしれないですけど、うん、これ自分の場合もうそのリラックス方向に行かなかったんですよ俺、うん、どっちかと言ったら力をめっちゃ入れる方向に振り切ったんですよ俺。リラックスは脱力じゃないですか、なんかこう力抜いてみたいな。俺はもうグッて力入れて家の練習からそれで弾いてるようにするんですよ、あのスタジオとかでも。ほんならこれが俺は効いたんですよ、あイベントで、はい、イベントで弾けなかったフレーズとかをもう事前に家でクーって力入れて、うん、あの もちろんなんか俺が YouTube でアップしてるようななんかこう練習の仕方とかやって、うん、自分はその力をグッて入れる方向にやったらいけたんで、これはなんかそのちょっと試してみるのがいいかもしれないですよ、うん、脱力タイプの人もいるのかもしれないし、俺はそっちだったので力入れるタイプで
筋力を上げていくみたいなタイプだったんで、自分がね、なんかその緊張、人前で緊張してでもこう引き切るっていうスキルをアップするためには、この今言った方法を試したんですけど、自分の場合は効果あったんで、もしよかったらね、やっていただくのがいいんじゃないですか、皆さん、うん、すぐには無理かもしれないですけどね、あのね、ちょっと効果出るんですよ、うん、ほんのちょっとライブで、でそこをやっぱり、あ、多分これ効果あるんだなと思って信じて、あの、まあ、続けていく、続けていくみたいながいいんじゃないでしょうかね、うん、まあ絶対聞くとは言えないですけど、自分の場合は聞きました。もしよかったら緊張 C の人はよかったらそういうの試してもらって、ライブでいい演奏して、あのライブ終わりにね、なんかこうビールとか飲んだらいいじゃないですか、うん、まあ未成年の方はなんかこう友達とこうね、ドリンクコーヒーでも飲んでウェーみたいなやったらいいんじゃないですか。ライブハウスでコーヒー飲むんですか。でも俺は結構そのライブ終わった時の、終わった後のお酒すごい好きなんで、うん、まあ未成年の方はコーラだもん、ね、そう、未成年の人はコーラなんで、的な緊張講座でございました、うん、ありがとうございました。